一人で撮っていただくのが初めてだったので、全てが楽しかったです。あのしかもあの可愛いよとか言ってくださるじゃないですか。それで気分も上がって楽しかったんですけど、やっぱりポーズの撮り方とか目線一つとっても全然わからないことだらけだったので勉強になりました。なんか夏は私もう汗かきなので、ちょっともうなんかファッションどころじゃなくなってるとこがあって、で冬はコートを着ちゃうので、なんかコートってなんかそんないっぱい買えないじゃないですか。なので夏が終わって少し涼しくなった秋にいろいろ重ね着とかしておしゃれ楽しみたいです。私の好きなお洋服屋さんのお洋服でもありますし、ガラガラした服が好きなんですよ私。なのですごい可愛いなと思います。もうほとんどと言っていいほどヒールを履いたことがなくて、乃木坂に入ってみんなすごい高いヒールを履いて、ただでさえ足が綺麗なのにもっと足が綺麗に見えるようになってるんですよ、履くことによって。なので私もヒールを履いて美しい女性になりたいです。2期生が入ることによって、そのやっぱグループは少し変わるじゃないですか。それをいい意味にするために、その1期生に果敢に飛び込むではないですけど、負けないように私たちが頑張ることによって、1期生の方もなんか何ですかね、2期生に負けないようにってなって、グループがもっともっと大きく成長していけばいいなって思ってます。いつも応援ありがとうございます。私が今回期間乃木坂に参加させていただいて、初めての経験たくさんさせていただいて、これからも多分まだまだ初めての経験たくさんしていくと思うんですけど、一生懸命頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。